ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、早速だけど、クレイグ・ハミルトン・パーカーという預言者を覚えているか？パーカーは覚えているけど、詳しいことは忘れてしまったわね。それで、パーカーさんがどうかしたの？実は、2023年のとんでもない予言を発表したんだ。え、そうなの、それは気になるわね。それじゃ、今回はパーカーの最新の予言をいろいろと解説していくぞ。よろしく。まずは、現代のノストラダムスと呼ばれている、クレイグ・ハミルトン・パーカーについて解説していくぜ。パーカー、どうしても服のパーカーを連想してしまうけどね。確かに気持ちはわかるけど、つまらないことは言わないでほしいぜ。ごめん、ごめん。それで、パーカーさんはどこの国の預言者なの？パーカーさんはイギリスの預言者で、その預言の的中率は 70% を超えていると言われているんだ。70%、結構高い人ね。また、パーカーさんは仮に預言が外れた場合は、真摯に預言が外れたことを認める人物なんだ。それは、預言者としては珍しいわね。確かに、預言者の多くは預言が外れたことを、特に認めることはしないからな。それで、パーカーさんは若い頃から、シックスセンス、第六感が強かったそうだぜ。その結果、若い頃から予知夢を見たり、何者かに囁かれたりしていたそうだぜ。すごい能力だけど、何者かに囁かれたら怖いわね。確かにそれはそうだな。それに基本的な預言者の多くは予知夢だけど、パーカーさんみたいな囁かれる系預言は初めてだね。そうだな、これまで紹介してきた預言者の多くは、予知夢によって預言の内容を得ていたな。だけど、今回のパーカーさんは第六感によっても予言の内容を得ることができるすごい人なんだぜ。なるほどね。ゴースト天国の囁きみたいな感じね。なかなか古風な海外ドラマの話を持ち出してきたな。否定はできないわ。それに囁きだったら、予言というよりは霊媒的な雰囲気を感じるわね。良いところに気づいてくれたな。実はこのパーカーさんは予言者でありながら、霊媒師の顔を持っているんだ。まさかの二刀流であり、メリンダさんなのね。まだ、ゴーストの話を引っ張るんだな。途中、ジムがなくなってしまうけどね。おい、サーセン。それで、パーカーさんはこれまでに多くの霊と接しており、その霊たちから予言の内容を聞くことがあったそうだぜ。なるほどね。それで、パーカーさんはこれまでにどんな予言を的中させているの？それに関してはいろいろとあるので、順番に解説していくな。よろしく。まず、パーカーが的中させた予言は、イギリスが欧州連合から離脱するだぜ。ほうほう、確かに離脱したわね。この予言を具体的に言うと、2016年6月23日に行われた、国民投票の結果、投票者の 51.9% が、EU を離脱することを選択したことから、イギリスは欧州連合から離脱したぜ。確かにそんなことがあったね。それで、パーカーさんはその予言をいつ頃にしていたの？イギリスが欧州連合を離脱する、20年以上前から予言していたと言われているぜ。20年以上前から予言していたのはすごいわね。次にパーカーが的中させた予言は、トランプ大統領が当選するだぜ。今までの予言者の多くは、ざっくりした内容の予言が多かったけど、大統領の当選を予言しているのはすごいわね。確かにな、それで、パーカーさんはトランプが政治活動を始めた頃から、いずれトランプが大統領になることを予言していたそうだぜ。なるほどね。ただし、トランプの2期目の大統領選に関しては、予言を外しているぜ。あらら、最初は予言が的中したけど、2期目は外れてしまったのね。でも、またトランプさんは出馬を表明しているから、パーカーさんがどんな予言をするのか気になるね。確かにそうだな、その点に関しては今後もパーカーさんの予言に注目したいな。次にパーカーさんはエリザベス女王の最後について予言していたぜ。え、そうだったの。パーカーは動画内で、2022年にエリザベス女王が危ないと予言していたんだ。なるほど、確かにその通りになったわね。そうだぜ、まあ、こんな感じでパーカーさんは、いろいろな予言を的中させているんだ。なるほどね。じゃあ、パーカーさんはこれまでにどんな予言を残しているの？いろいろあるから簡単に紹介していくな。よろしく。次にパーカーは世界情勢についても、次のような予言を残しているぜ。ロシアとウクライナ侵攻に関して、この2、3ヶ月の間に、前進があるだろう。再び、大きな船、フラッグシップが沈み、ロシア軍の被害が大きくなる。ロシア国内でプーチンへの反感が高まり、プーチンが権力の座から下ろされるだろう。北朝鮮についても同じで、人々が立ち上がるだろう。また、いつの日か中国でも同じことが起こる。最近の世界情勢を考えると、一部的中していて、一部外れている感じね。その通りだぜ。具体的に言うと、ウクライナ問題は2、3ヶ月の間に、前進と呼べる動きはなかったけど、最近になって、ウクライナ側のゼレンスキー大統領は、ロシアに対して来年度に終戦に向けた、動きを行うと語っていたぜ。
確かに言っていたね。となると、パーカーの予言は一部的中して、一部外れている感じだね。そうだな。また、中国では新たな動きが出ているけどな。さて、ここまでは世界中の人が常に関心を集める、災害などに関する予言を解説してきたぜ。いろいろとあったけど、これだ、っていうのは少なかったわね。確かにそうだが、パーカーさんは災害以外で、恐ろしい予言を残しているんだ。え、そうなの。それで、それはどんな予言なの？それは、メタは失敗し、ガーファは国から圧力をかけられるという内容なんだ。本当にそうかな？だってメタは世界中が注目しているじゃん。だから、私も株を買おうと思ったんだけどね。確かにメタは世界中が注目しているけど、いろいろと問題視されていることは間違いないぜ。やっぱり、そうなのね。それで、どんな問題があるの？いろいろと問題はあるんだけど、具体的に言うとメタに対して、問題があるのではなく、メタバース、仮想空間についての問題が指摘されている感じだな。ほうほう、それは問題だね。それで、仮想空間の具体的な問題として、一番有名なのは法整備が整っていないことだな。確かに仮想空間に関する法律は、聞いたことがないわね。それで、懸念されているのは、法整備が整っていない状態で仮想空間が生み出されると、犯罪の温床になると言われているんだ。それは困るよ。悪い人に好き放題やられたら、やばいことになるだろうし。その他には、現実世界と仮想空間において、いろいろな差が生まれることが問題だと考えられているぜ。いろいろと問題があるのね。それで、話を戻すけど、パーカーはそれらの問題からメタが失敗すると予言しているんだ。なるほどね。確かに失敗しそうな雰囲気は十分あるわね。それに最近のメタに関する事情は、いろいろと問題を抱えていることは間違いないぜ。確かに、ニュースとかいろいろと言われているからね。それで、パーカーはガーファが、国から圧力をかけられると予言しているけど、それはどういうことなの？それに関しては、ガーファが何か知っていることが前提となるぜ。ガーファって確か Google とかでしょ？まあ、間違いではないけど、ガーファとは、Google、Amazon、Facebook、Apple のことだな。すべてヤバすぎるぐらいの大企業だね。それで、ガーファに対する国からの圧力って何なの？具体的に言うと、パーカーは、ガーファは国から独占的な情報操作が規制され、業績が悪化すると予言しているんだぜ。そんなことが実際にあるのかな。まあ、あくまでも予言なので、はっきりしたことは言えないけど、2021年7月に、アメリカのバイデン大統領は、大手企業による市場の独占を、取り締まる権に関して、大統領令に署名しているんだぜ。え、そうだったの。じゃあ、もしかすると、があるかもしれないのね。なんとも言えないところだけど、もしかしたらがあるかもしれないな。では、ここまでは、パーカーさんの2022年の予言などを振り返ったけど、実は、先ほどまでの予言は、2023年の1月まで発生する可能性があると言っているんだ。え、そうなの。今年も終わりだと思ったけど、まだ、引き続いていくのね。だから、予言を振り返ったのね。そうだぜ。それじゃ、2023年の予言を解説していこう。まずは、パーカーさんは次の予言をしているぜ。ロシアで大きな雲が上がるだろう。その雲は、大変危険な雲で、多くの人にとって害をなすだろう。といった内容だぜ。大きな雲って、B ミサイルじゃないの？おそらく、その可能性は高いだろうな。また、ロシアは世界を雲で包み込むほどの、やばい兵器を所有していると言われているぜ。え、そうなの。全然知らなかったわ。また、その他にも、ロシアはポセイドンと呼ばれるやばい兵器を所有しているからな。ひょっとすると、2023年の世界は、とんでもないことになってしまう可能性があるだろうな。次にパーカーさんは、2023年に世界的な食糧危機が訪れると予言していたぜ。え、食糧危機はやばいわね。そうだな、具体的に言うと、現在の世界は物価の高騰、生産性の低下が起きている状況だぜ。確かにそうね。日本でもコーラの値段が高くなったから、やばいと思っているわ。でも、正直なところ、日本が本当に食糧危機に陥るのか信じられないのよね。甘いな、霊夢。日本の食糧自給率は、約 37% と言われているんだ。え、そうなの。じゃあ、万が一の時はやばいことになりそうね。最後にパーカーは、2023年の日本に関係があると思われる予言をしていたので、解説していくぜ。しっかりと日本にも関係のある予言をしていたのね。それで、どんな予言をしているの？パーカーは次の予言を残しているんだ。東の方でトンガ火山噴火のような大噴火が発生し、津波が発生するだろう。確認だけど、この予言は日本のことを言っているわけではないんでしょ？そうだな、あくまでもパーカーは東の方でと予言しているに過ぎないぜ。でも、予言の内容から考えると、日本のことを言っている可能性が高いような気がするわね。まあ、そこをどう受け止めるかは人によると思うけどな。
確かに、そうだけど、私は日本のことを予言しているような気がしてならないわ。それは、私もだぜ。それで、予言の内容を解読すると、おそらく、火山が噴火し、巨大な地震が発生、それから、津波が来るといった感じだな。火山の噴火に巨大地震、それに津波、大災害の三拍子じゃないのよ。そうだぜ。また、私なりにパーカーの予言を日本に当てはめてみたけど、当てはまらなかったな。よかったわ。でも、どうしてマリサは予言が当てはまらないと思ったの？それは、日本にある火山が噴火しても、津波が発生する可能性は低いと考えたからだぜ。でも、桜島とか最近話題になっているでしょ？あ、完全に桜島の存在を忘れていたな。え、それってつまり、桜島でヤバい噴火が起きた時は、日本を先ほどの三拍子が襲う可能性があるということだな。ひぃ、結局あるのね。また、危険なのは桜島だけではなく、阿蘇山もかなりヤバいぜ。出たー、阿蘇山。阿蘇山が噴火すると、九州で700万人の人々が亡くなると言われているんだ。ヤバすぎるわね。また、パーカーの予言の内容を日本だけではなく、世界に当てはめると、一つの場所が該当するぜ。え、それはどこの国なの？おそらく考えられるのは、インドネシアのタンボラ火山だな。初めて聞いたわね。タンボラ火山は先ほども言ったように、インドネシアの火山で、1815年4月に、大噴火し、多くの人々が犠牲になっているぜ。それって、絶対にヤバいじゃん。確かにヤバいけど、タンボラ火山の噴火の影響で大地震が発生したと言われているが、津波に関する記録はそこまで残っていないぜ。ほうほう、じゃあ、微妙に当てはまらないのね。確かにそうだな。しかし、パーカーの予言を抜きに考えても、日本には数多くの地震をはじめとする、災害の発生が危惧されているからな。確かに言われてみれば、来年はいろいろと起きそうな気がするわね。さて、今回は現代のノストラダムスと言われている、グレイグ・ハミルトン・パーカーの予言について解説したぜ。お願いだから、予言の内容が現実になってほしくないし、来年も大きなことがない方がいいわね。それは間違いないな、とにかく何もないことを願うばかりだぜ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。